にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、シュンキビシュのシュンです。まったり、ゆったり、ネヒントン生活、集まれ、動物の森、パート146、やっていきたいと思います。ということでですね、一応ね、まあ、このパートから10月編になります。このパートから10月編です。で、まずは、ちょっとね、10月のね、なんか、いろいろ、ね、変わったこととかね。あ、てか、ちなみに更新出たね。ちゃんと、アップほら、あほら、パンプティン。未来のしぼめたちへやって。10月31日のハロウィンに、君たちに会いに行くかも。私の肖像画を送るから、しっかり目に焼き付けておくかもよ。私への貢り物として、アメちゃんをたくさん集めておくように、パンプティングより。あ、そうなの？あ、そうなの？あ、なんかこれ。あ、目の色をカラフルにできる。おー、目の色。いやー、なんかね、自分、髪の色とかね、一回変えてみたかったんですよね。イメチェンをしてみたかったなってことなんだよね。いや、イメチェンしてみてもいいかな。あれなんかこれ、なんだっけ？あー、落とし物あれか。渡さなかったのか。残念。まあ一応今回のパートはね、10月のね、まあいろいろね、変わったことをね、紹介していくような感じのパートになりますってことで、早速ね、ちょっと荷物を整理します。よし、戻ってきましたのでね、いろいろね、整理したので、まずね、プレゼントね、ちょっと分けましょう。結構いろんなもんね、もらったからね。いろいろね。で、なんやろ、なんか、パンプキン、違う、パンプキングか。なんかパンプキンとか言ってもうたわ。プレゼントね、開けてみましょう。リングコン、リングコン。お母のホットカバー。パンプキングの、ね、肖像画。あー、違う。あー、これは家に飾るやつか。わかった、わかりましたよ。で、まあ今回は10月に、ね、なって何変わったのかなーっていうね。まあなんか10月はハロウィンの準備期間らしいんですよね。じゃあちょっと皆さんにお話もって同時に、ごめんね。あ、そうやね、ごめんね。ちょっとね、3日ぐらいやってなかったんだ、つもり。ごめんね。ね。ごめんね。で、レイジさん。いらっしゃい。うん、来たよ。お、金木星。おい、女に？おぉ、かぼちゃの苗ね。おぉ、あ、耳が好きよね。おぉ、お、お、たくさんが好きよね。4種類あるの？ええー、そうなの？うん。あ、そうなの。特別価格な。いやー、じゃあ買おうかな。特別価格やったらね、買おうかな。うん、その特別価格は お得やから、140、うん、お得やね。なんか10個くらいまとめ買えない？お、できる？あー、まあ、5個ずつか。なんか、まとめ買い機能をもうちょっと多くしてほしいなーってね、自分いつも思うんですけどね。なんか、一回、なんか買うのめんどくさくないですか？一応、まあ、まとめて5個買えるけど、なんか10個ぐらい、なんか10個っていう選択肢もあってもいいんちゃうかなーって自分は思うんですけど、ちょっとどうかなとかね、思うんですけどね。どうかなとか思うんですけどね。よし。で、なんか、あーおっと、かぼちゃは、あれ、かぼちゃ9月もあったっけ？もう覚えてないけどね。でもハロウィンっぽくなってるかな。じゃあ、たぬき商店にもね、入ってみまーす。いらっしゃいませ。たぬき商店ようこそ。あ！あ、よかった。株も終わりかと思ってる。株売ろ。危ない。株買って売るの忘れとったというね。株だけ売ろ。はい。あれ待って、じゃあ一株51ビレルじゃん。まあ、しょうがない。もう最後やからしょうがない。わー、あかんかったなー。やってもうたなー。バカなことしたよ、自分。で、あ、そんなそうに。で、あ、ほら、アメちゃんが売ってるんですって。赤ぼちゃの苗は一応レイジさんから買った方が安いですね。おー、時間作るんですね。はい。あ、一応、1個までな。1個までもう10、なんか10個くらいまとめて書いたわ。もう買えない？あー。まとめて買わしてよ。まとめて買わしてくださいって。まあまあしようかな。ガチャくん。おー、なんか買うの？あ、か
カボチャなのかありますね。ハロウィンのお菓子プレート。まあまあ、買っとこうか。ハロウィンやしね。ハロウィンやしね。だから限定商品やしね。はい、だからもう。よし、じゃあ、戻りましょう。はい、戻ってきました。でね、戻ってきました。だから、アメちゃんとかいろいろ買えるっていうか、もう10月だったら、アメちゃんとか、あと、カボチャの苗とかが買えるらしいですね。うんうん、ふむふむだろうね。で、最後に、じゃあ、カボチャをね、植えますね。植えますね。じゃあ、ちょっと植える場所を探しましょうか。あんまりね、自分のこの、ここの島自体、あまりね、もうスペースあまりないって言っても過言じゃないんですよね。少ないんですよね、スペース。そう、なので、あ、ちょっと、ビータくん。そう、ビータ。あのね、にゃーにゃんって言わせるためにね、頑張るからね。にゃーにゃんって言わせるために頑張るからね、って。いや、じゃあ、カボチャはちょっと、じゃあちょっと、一応仮置きでここにしようかなと思います。じゃあ、作りまーす。はい、ってことでね、カボチャ植えてみました。っていうの、でもなんかこんな感じでいいんかな？もうちょっと話した方が、なんか良かったかなとか思ったんですけど、まあこれで大丈夫そうやったらね、まあ一応このまま置いといたら、まあ育つ感じかなと思います。よし、じゃあ、ということでね、今回のパート146はこんな感じで終わりたいなと思います。じゃあ今回はね、ここでお別れします。そうだね。今回のパートも最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた。次回に続きます。なんか足とか言ったっけね。次回に続きます。にゃーにゃんから始まる動画へようこそ。にゃーにゃん挨拶して、にゃーにゃんって声出すよ。にゃーにゃん出前も。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。